この板を、板と板を。重ねます。重ねたところに、こう、板を乗せました。なんか、いい感じのテーブルになります。乾いていい感じになれば、明後日のキャンプでテーブルとして使いたいと思います。楽しみです。キャンプ前そわそわするやつ発令中です。薪をいっぱい半分にして入りやすいサイズにしました。焚き火台に燃やしまくります。ルールをちゃんと守って、うっす。色づく世界へ変わる。
行こうって。